皆さんこんにちは。店長武蔵とその仲間の社内動画でございます。しばしお付き合いいただけると幸いでございます。今日は水曜日ね、休みなんですが、お店の方は休みで、オークション日ということでですね、オークションに参加をしてまいりました。はい。で、ご依頼いただいていたスクーター今後ろに積んでおります。はい。購入することができました。走行距離がね、2000ちょっとね、2000何十キロだったかと思います。トリセツメンテナンスノート、あとなんかちょっと付属品ちょろちょろついてございます。で、メーカー保証はですね、今年の11月まで、ついていました。はい。ですので、4ヶ月ぐらいね、まだありますので、そこまでは保証の対象ということで、なかなかよろしいのではないでしょうか。まあちょっとね、いろいろありますからね。ただまあ、予算ね、これぐらいっていう予算から2万円ぐらい安く、買えましたので、でお客様にもね、ですからその分安く買えますから、お渡しできるということで良かったのかなと思ったりもいたします。まあ、大体相場なんですよね。まあ、これぐらいっていう、はい、のものでございます。で、鈴木さんが作っているスクーターということで、やっぱりちょっと変わってますね。はい。鈴木さんが作るものというのは同じではいけませんね。他のメーカーと同じの作ってもね、鈴木だからとか言われちゃうんでね、いや鈴木はとかね、ひどいですよね。鈴木のなんとか、鈴木のなんかね、伸びたのみたいなね、ありますけど、やっぱりね、これが最強っていう方もいらっしゃる。いろんな意味でね、ラゲージスペースが広い。縦方向にはあんまないんですよね縦方向にはないんですけど、面白いことに横方向にラゲージスペースが広いっていう面白いスクーターですよね。その代わりシートもこう横にね、広いんですよ。やっぱり当たり前ですけどね。はい。で、まあ、見たところですね、まあ、私そんなにね、このスクーターは詳しくないんですけど、まあ、とりあえずね、ちょっと持って帰って洗車して、そして、ちょっといろいろ見てみたいとは思うんですが、インドネシアで作ってるね。で、最近は昔はスカイウェーブっていうのが、鈴木さんのスクーターだったんですけど、今はバーグマンっていう名前になったんですよね。で、バーグマンの200とかバーグマン400っていうのがあるんですか。400って確か販売してたかと思うんですけど、鈴木さんはね、国内で正規品として、はい。まあ、おそらくですね、なかなか売るのは難しいんじゃないかと、400cc のスクーターっていうのはね、思ったりもしますが、はい。そんな中でですね、これは 200cc というね、車体は結構大きい。もちろん250のクラスからするとコンパクトなような気はしますが、やっぱりね、あと幅がなんかこうね、迫力がある感じがしますね。まあ、ヘルメットがね、横に並べて2つ入るっていうぐらいのね、スペースがあるので、やっぱり大きい、幅のあるシート。初めて見た時はね、なんだこれはと思いましたけど、思わずね、抱きつきたくなるような感じのシートでございます。ちょっとね、またがってみたいね、なんだこれ後ろの人がね、ほとんどシートの上に、ももとかはもうシートの上みたいな感じですね。で、デザインはちょっとね、丸みの帯びてる昔っぽいデザインですかね。まあ、デザインに関してあれほどね、まあいろいろあるんで、最近はやっぱりまた直線基調のものが増えてきてると思うんですけど、まあ、フォルツァにしてもね、XMAX にしても、まあ、そんな中で昔ながらのちょっとね、丸みを帯びた、まあ、そうは言ってもね、
今風のデザインであることには間違いはないわけでございますが、で距離の少ないのがねもう1台売ってたんですよ。でそっちもねいいんじゃないかと思ったんですが、まあ、お客様がねそれをちょっと見てやっぱこっちの方がいいって今ねだったんであれなんですけど、こっちはもうフルノーマルですかね、フルノーマル、はい、でもう1台あった方は、社外のなんてメーカーですかね、すごい大きいスクリーン、横がはみ出してる、横もこうカウルに合わせてこう広がってるやつですね。ファブリなんかね、うん、なんかそのスクリーンがついてて、あとグリップヒーターともついてましたね。あとヘッドライトが LED か何かに変わってたかと思います。はい、 HID ではちょっとねもう買わないわけなんでそんなに今見てないんですけど、はい、でそんな感じなので、まあ、外観ちょっとね点数が低かったん で傷があるっていうんですけど、下のアンダー横のね下の部分のカウルあるじゃないですか、そこのところに傷がちょっとねあったんですが、でもなんか落ちそうなあれですね、上に乗っかっちゃってるような、向こう側の塗装がちょっとくっついてるような感じだったんですけど、で、それも取扱説明書、メンテナンスノートとかね、身がついてましたので、でそっちはですね、保証がまだね、1年ぐらい、4月ですかね、来年の4月まで残ってましたね、はい、なので、まあ、見方から言うと、そっちの方がお得だったかなとは思うんですが、まあ、お客様のやっぱりね、純正がいいっていうことで、こちらになったんですが。まあ、保証運動はね、ちょっとね、実写で確認しないとわからない部分があったので、はい、実写の中にね、だいたいメットインの中にこう取説とか入ったりするんですけど、まあ、いずれにしても保証がメーカー保証残ってるっていうのはね、うん、いいことだと思いますね、はい、メリットは高いかなと、はい、思います。はい、確かどっちもね、新しいんですよね。だからあんま乗ってない、ね、そういう車両が出回るのも、まあ、事実であるということでございます。200cc、ね、いいとこついてるんですよ。250はいらない、でも150だとちょっと買ったらいい、ね、ちょっと200っていうね、うん、それを意図して作ってるわけではないと思うんですが、排気量はおそらくやっぱりね、その販売してるメインの国のあれに合わせてるんじゃないかと思うんですけどね、どうなんでしょうか、はい、まあ、大きさも250よりは小さいし150よりは大きいみたいなね感じのデザインやつですかね。面白いですね。だからこれしかないので、そういうもう比較しようがないんですよね。そういうのがやっぱりいいとこついてますよね。みんな横並びだとどうしても比較されてしまうので、その中でねやっぱりこれあれそれってなるんで、ね、でちょっと見たところ私思ったのは鍵ですね。まずシャッターキーついてないんですね。で普通の鍵です。まあ、フォルツァとか XMAX は今もうスマートキーになっちゃってますけど、普通の鍵で、シャッターキーはないと。で鍵は普通の本当オンとオフとあとロックだけっていう機能ですね。でオフの位置で左、ただ左に回すとシートがパチッと開くと。本当シンプル、ね、非常にシンプルな作りの鍵でございます。で燃料はフロアトンネルのところにねカバーがある、それを開けると中に燃料キャップがあるので、そこに鍵を挿して回して開けるという作りでしたね。でしたねって言うんですけど、ですね、まあ、一般的なねスクーターの作りかなと、まあ、例えばプジョーのスピードファイトも一緒ですね。125もね同じような、鍵に関してはほとんど一緒の同じタイプですね。面白いですね。もちろん違うんですけど、鍵のメーカーが違うんで違うんですけど、まあ一緒一緒ってやつ、はい、で面白いのは、面白いというか、まあ、まあいいなと思うのはポケットはないね。フロア、ダッシュボードっていうんですかね、そこにいわゆるポケットはないんだけども、グローブボックスがね、大きなグローブボックスがあって、それをパチッと開けると中にね、いろんなものが入れられると。で中にアクセサリーソケットがありますので、そこで充電器として、充電器、まあ、充電用ですね。なんか1アンペアっぽいですね。ステッカー貼ってあって、携帯端末、ね、
電話とか、あとスマートフォンの充電利用のみにしてくださいってことが書いてあります、はい、あんまり電気の使うものを挿すと、まあ、ヒューズ飛びますよね。そういったものがでもまあついてるっていうのね、はい、であんだけ広いんだから中に入れっぱなしでね、あの充電できるんじゃないですかね。でその中にあの ETC、まあ、200なんでね、例えば ETC とか配線通すのはちょっと大変かと思うんですけど、そういうのつけるっていうのも、うん、まあいいですよね。なかなか、はい、使い勝手いいんじゃないですかね。まあ、G-Link、ね、キムコに G-Link っていうのもありますけど、まあ、値段的には、G-Link の方が定価ははるかに安いんですけど、10万ぐらい安いんですよね10万近く安いんですけど、8万いくらですかね、はい、安いんですが、実売価格は同じくらいなんでだったおかしいだろうと思いますが、はい、日本のメーカーのはねすごい負けるんで、まあ、ただ乗り出し金額からするとやっぱりバーグマンの方が高いのかなとは思いますが、お店にも売れますけどね、お店にも売れます、はい、まあ、うちはあの価格で全部、まあ、消費用が大体入っちゃうんで、ほぼ消費用も込みになるんで、それを考えればねそんなに高くはないのかなと、まあ、G-Link の方がやっぱり若干安いのかなって感じがしますが、横幅が G-Link の方が狭いとかね、まあ、エンジンは250ありますが、まあ、やっぱり比較対象にはならないんですよね。フラットフロアだったりとか、うん、ホイールサイズは多分一緒ですかね、前後ね13、12ですかね、まあ、それぞれがこうね売りがあるんで、もう250クラスのスクーターって日本ではほとんど販売されていない状態になっちゃいましたけど、一時期はねいろんなの、あのブームの時はいろんなのがありましたけど、最近は各メーカー一車種ずつみたいな感じになってますから、ちょっと寂しい、ね、選べないんですけどね。ただまあフォルツァと XMAX が、まあ、どちらかスポーツスクーターでねちょっとこうライバル関係にあるで、まあ、スズキはバーグマン200という利便性の高いですね、ラゲッジスペースの広いスクーターで、200cc という威力を出してきて、で一方ですね、キムコさんは G-Link ということでね、ちょっとフラットフロアのクラス唯一と言っていい、まあまあ、ないわけじゃないんですね、300とかいろいろあるんで、そうすると一応フラットっていうのもあることはあるんですけど、まあ、日本においては、まあ、いわゆる本当にああいう感じのフラットフロアってないんで、まあ、唯一かなというところですね。それぞれがあの目的に合ったものを選べるっていうのはいいのかなと、まあ、メーカーにこだわったらさすがにちょっとねもう選べないわけですけど、まあ、どのメーカーでもっていうことであればですね、好きなものを選べるというのはいいことじゃないですよね。まあ、G-Linkとか顔つきもね今風になったんで、ちょっと前はね癖のある顔してましたけど、顔っていうのも面白いですけどね、前回りがそのあたりなかなかいいと思いますけどね。今回はバーグマンということですね。うん、なかなかいい、やっぱりね、あのこれ新車で50万ぐらいするんですけど、定価ね、メーカー希望小売価格は50万ぐらい、するスクーターですけど、やっぱり下取り価格はかなり安い、うん、っていうのがちょっとだろうなって思うんですよ、うん、はい、それがちょっと残念ね、これ厳しいですよね、うん、まあ、もちろん新車があるんでね、で新車値引きとかそういうのを考えるとなかなか厳しいのかなと思いますけど、はい、まあ目的にあったですね、こういったスクーターをぜひ探して購入いただければ幸いかなと思ったりいたします。ご視聴ありがとうございます。失礼します。